ひまわりが揺れる、波の音が聞こえる、今が一番光る季節、5年後の僕らは思い出すだろう、この夏は、この夏は、この夏は、グッドサマー。どこがダメですかね。そうですよね。どうしたらいいですか。熱量もう一回お願いします。ひまわりが揺れる、波の音が聞こえる、今が一番光る季節、5年後の僕らは思い出すだろう、この夏は、この夏は、この夏は、グッドサマー。何がダメですかね。そうですね。どうしたらいいですか。わかりました。ちょっと次ちょっと気合入れてグッてやってみます。もうやっぱり今日早く帰りたいんで、ちょっともう次で決めます。します。ひまわりが揺れる、波の音が聞こえる、今が一番光る季節、5年後の僕らは思い出すだろう、この夏は、この夏は、この夏は、グッドサマープロデューサー、もう曲作ってもらっていうのはあれなんですけど、まあ、この夏はって3回言ってグッドサマーかーって思いますかーっていう、なんかそのぐらい滑走路バーって走って、なんかちょっといいこと言わなきゃってなんか僕思っちゃいます。この夏は、この夏は、この夏はグッドサマーってやばくないですか。実際声に出したら結構やばくないですか。ちょっとこれ僕しんどいっす。なんかもちろん曲も作っていただいて、もちろん僕も音楽素人なんで、所詮そのタレントの出す曲っていうことで、きっともしかしたらプロデューサーさんもね、適当にやってる部分があるかもしれないですけど、にしてもなんですよ、やっぱなってなっちゃう。しかもなんかボケにはなってないラインっていうか、なんかちょっと本気感も出るんですよ。で、なんかこれって例えばじゃあ仮にヒットしないでしょうけど、じゃあしましたとしようか、ヒットしたとしましょう。その時顔出して歌うの僕なんですよ。プロデューサーじゃないんですよ。顔出してこの夏はグッドサマーっていうの僕なんですよ。そのカルマが僕に来るんですよ。あいつこの夏はグッドサマーって言ってるっていう、僕に来るんですよ、プロデューサーじゃなくて。それがちょっとだいぶしんどいなっていうのもあって、どうにならないですかね、この、そうですね、でもまあデビュー曲じゃなくて、これはなんだろうな、配信でこうアルバム出した時の9曲目とかなら許せます。なんか目立たない位置でこう魚の骨みたいな感じで、全体像には影響を与えない程度の、そのちょっと嫌な部分みたいな感じで入るぐらいなら僕許せるので、ちょっとなんかこいつにメイン話したくないっていうか、それでいけますかね。ちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、さすがにだと思うんで、まあ、もっと言えば、そうですね、これ言うと、まあ、根本になっちゃうんですけど、正直この夏はグッドサマーの前から結構きついんで、やっぱりそうですね、魚の骨じゃないとダメかなって感じがするので、なんかもう一個ありましたよね、あっちの方ちょっと今日撮っちゃって、それで今日もう帰っていいですか。ごめんなさい、このグッドサマーはちょっと僕今度記憶なくすぐらい酔っ払ってから来るので、その時に撮れたらなって思うんで、ちょっとそうですね、やっぱ
意識あると無理ですね、ちょっとこれはさすがにっていうのがあるんで、ちょっと今日また別の方で、すいません、ありがとうございます。負けそうな時もくじけそうな時も戦う君の背中を見ているよ。それでも涙がこぼれそうな時はこの言葉を思い出してくれ。頑張れ。酒買ってきます。